やっほーほほーあやでーす。はい、あ、痛い痛い、あや知らず痛い。ということでですね、今日はまあタイトルにもある通り、あのスキピとおデートの ASMR 間違えた、なんで GRWMXW みたいなやつなんですけど、やっぱ私こう見えてですね、臆病、全然チキンなんですね。何もできないということで、デートはないでーす。イエーイ。誘えない、全然誘えないってことですね。まあ、いつデートがあるかわかんないんですよ。おデートってね、いきなりね、明日空いてるとか、で、パッて。こうおデートが始まると思うんですけども、私恋愛全然してないからわかんないんですけど、そこら辺は。でもまあやっぱそういう時代っていつ来るかわかんないので、いつデートが誘われてもいいように、今日はデートに誘われた体で朝の準備していくよーってやつですね。まあこれ見てる方にね、彼氏、彼女、旦那さん、奥さん、お子さん、たくさんの方がね、お父さんお母さんいると思うんですけども、誰と出かける時にでもいいから、出かける時にみんなでこれを見て一緒に準備しようよっていう動画でーす。わーはーい、嬉しい、あやちゃんとね準備できちゃうなんて嬉しいねー。ということで早速もうやっていきまーす。デートということで、でもやっぱメイクはちょっと変えた方がいいのかなと思ったので、そんな変えません。なぜならちょっと変えると漏れなくなるから。やっぱデートの時にメイクを変えるっていうのは困難っていうかリスクが高い、漏れなかった時もうどうしようもないので、あんま変えないっていう私のポイントですね、これは。はい、こんな感じでコンタクトをつけてから私のスタートですね。もう私 ICL をやろうと思ってて、もう絶対に絶対に絶対に、もう絶対に ICL やるからみんな待ってて。もう私のね、メガネ姿はみんな見れなくなるよ。悲しいでしょ。もうね、私はね、絶対もうみんなに仲間 JP とは呼ばせない。そう決めたの。ICL やる理由？もちろん仲間 JP って言われないために決まってるじゃん。最近、TikTok 頑張ってるんですけど、TikTok ってコメント欄マジで怖くない？だからなんでみんなピリピリしてんの？どんなに真剣にちゃんと TikTok をやっても、アンチが来るの？みんなイライラしてんのかな？怖いんだけど、すっごい。TikTok のコメント欄すごい怖い。しかもなんか、おすすめとかでさ、出てきた子たちのさ、コメント欄とか見てても荒れてんの。TikTok のコメント欄結構治安悪いよね。なんかほんと親知らずが痛すぎてさ、マジで病院行かないとガチでこれやばい。ほんとに抜かないと終わってる。だってさ、なんか痛いんだよね。こうやって、ほっぺをこうやってちょっと押すだけで。なんか痛いの？これ重症だよね、絶対。重症化してるよね。しかも最近のなんか悩みはこの親知らずで、奥歯がこうさ、なんか斜めに生えてんのよ、こうやって外側に。それで、ここにもうめっちゃさ、食べ物が詰まんのね。だから、なんか、分かって。こうやって口をね、こうやって入れないと取れないから、なんか本当になんかこれ好きな人の前でじゃあ絶対できないじゃん、こんなさ。あ、ちょっと待って、歯に詰まったとかできないじゃん。どうしようと思って、もうこれは、もう一刻も早くに、一足も早く、早速も早く、もうわかんないけど、とりあえず、もう早く抜かないと、なんかどんどん私の女子力も下がっていくし、なんか、なんか、虫歯も増えちゃうしみたいな。まあ、いいことないからとりあえず早く抜きたいんだけど、怖い、怖くて今踏み出せてない。みんな親知らずさ抜いたことある人さ、感想聞かせて。なんかね、私最近思ったことがあって、コスメ東京とかの動画でも話したと思うんだけど、すごいスキンケアを頑張ろうと思いますみたいなこと言って、すごいスキンケア系いっぱい買ったのだけど、なんか最近なんかちょっとスキンケアやるのめんどくさくて、へえいいか、水印の化粧水とイプサの乳液を使ってるんだけど、一番それがいい。なんだかんだね、一番それが良くて、スキンケア今何がおすすめか教えてほしいですっていう子がいたら、全然無印の化粧水と乳液で全然大丈夫。むしろあれがいいぐらいね。今日はこの、ナーズの、このアイシャドウにします。なんかちょっと大人っぽいメイクにするわ。いつもなんかオレンジすぎて、なんかオルちゃんみたいな感じだから、今日は大人っぽいメイクにします。気持ちね、気持ちだからね。え、みんなってどこデートしてんの？なんか私さ、夏本当に暑すぎてさ、外に出る気になんないのね。まずフェスとかさ、彼氏と行きたいみたいなあんじゃん。え、全然行きたくない、暑いんだもん無理、暑くて死ぬ。本当さ、彼氏彼女いる人ってすごいよね。言っちゃえば赤の他人だよ。赤の他人をさ一番に考えるってすごくない？自分よりも大切にしたいとか思うわけじゃん。すごくね、そんな人に出会える社会線。
なんか洋服もちょっと今日はデートっぽい感じに合わせた洋服にしようと思っている。夏っていろんな洋服を挑戦できるのよ。肌見せとかもできるしさ、ワンピースとかもさ、暑いから着やすくなるじゃん。冬ってやっぱ私さ、どうしてもストリート系になっちゃうんだよね。そのパーカーとかになっちゃうから、だから夏はなんかもっと女の子っぽい洋服しようって最近思ってる。挑戦しようかなって。やっぱなんか男友達とかでも聞いた結果、女の子らしい洋服の方がなんかデートには着てきてほしいっていう調査が分かったから、男の子は女の子っぽい洋服の方がなんだかんだ、今ストリート系とか流行ってるけど、なんだかんだそっちの方がね、受けがやっぱいいっていうことが分かったから、あのこれから私はあのどん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 男受けだけを狙った洋服装に していこうかなって思ってなんか最近ね、ちょっと本当に悩みがあるんだけど、これなんか今ベアを実家に預けてんのね。仕事の関係でちょっと遅くなることが続いちゃうと、そのベアをお留守番する時間長くなっちゃうじゃん。だからよくそういう時は実家に1週間とか預けるんだけど、ベアをねもう預けて3日ぐらい経ってるんだけど、まあ今回も1週間ぐらい預けるのね、実家に。でなんかベアがいないとなんか家も静かだし、何のやる気も起きないの。ベアがいたらね、部屋をねこう掃除しないと、ベアがホコリ食べちゃったらまずいから、さなんかちょこちょこ掃除機かけたりとか、なんか洋服とかもそこら辺に置いてたらベアが噛んじゃうから、ちゃんとクローゼットにしまったりとか、なんかお風呂とかも遅く入りすぎるとベアがなんかなんていうの、起きちゃって、なんていうの、なんていうの、言い過ぎたらバカ野郎ベアが起きちゃうから早めのお風呂入ってベアとゆっくりしようとか、そういう考えの全部ベア中心の考えだから、やわなのに、なんかもうベアがいないとなんか何もはかどらないの。なんか洗い物とかも全然なんかそのまま放置しちゃったりとか、なんかお風呂とかも3時ぐらいまで入らなかったりとか、なんかもう本当になんかベアがいないとダメなんだなと思って、なんか今本当にクソみたいな人間生活を送っている、ベアがいないせいで。早くベアに会いたい、本当にね。なんかさ、わかる？ベアがさいないさ部屋すごい静かじゃない？なんかわかる？みんな、あ、今 BGM ついてるからさ、あれか、あ、ポップな感じで仲間ちゃんに見えると思うけど、もうこの家シーンだからね、本当にシーンだよ。でもまあ唯一いいことは、ベアがいなくていいと思うことは、朝ごはんの時間にわざわざ起きなくてもいいこと。ベア7時に絶対起こしに来るからさ、ご飯くれって、それがないことだから、ぶっ通しで12時ぐらいまで寝れるのが幸せ。あと何も幸せじゃない、ベアいないの、むしろ辛い。そしたらなんかさ、私さ髪の毛さ、いつもなんかさくるくるって巻いてるだけなんだけどさ、私ね、なんかずっとやりたい髪型があって、あのさ、ウェーブっていうの、ウェーブあんじゃん、ウェーブみたいな髪型、あれをやりたいのね。でデートでさ、あれやってたらさめっちゃいい感じじゃん。でも私ウェーブのやり方が分かんなくて一生できないんだよね。なんかポニーテールとかにしよっかな、今日ポニーテールとかハーフアップとかにしよっかな。ちょっとウェーブ挑戦してみよう。じゃあウェーブ挑戦してみまーす。え、マジで初めてなんだけど、やんの。なんかでも友達には教えてもらったのよ、美容学校に通ってる友達に教えてもらったことあるんだけど、まずは外巻きですよね、先生。はい先生、痛い痛い痛い、あず、まあ適当に外羽にしはります。そしたらこうやってやって、こうやってやってねえ、できないんだけど。え、どうやってやんの、本当にわかんないからもうやめることにした。いつもの私流髪型にするわ。私の髪型とっても簡単よ、とっても簡単。中を外巻きにして外を巻くだけ、なんていうことでしょう。はい、こんな感じ。あ、見て、リップ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 はこちら、シピシピクレナちゃんの、これめっちゃいいんだよね、唇が荒れない。そしたらちょっと洋服を選んでから髪の毛やっていこうかな。洋服を選んでいきまーす。はい、こんな感じで完成しましたー。ということですね、私服はまずこのね、スキスキのやつと、このマウジで買ったこれと、下はデニムですね。こんな感じで、ちょっと下すぎ、ちょ全身映んないんですけど、あ、こんな感じですね。これは、エモダのやつなんですけど、はい、こんな感じで、で、ポニーテールにしました。やっぱ夏といえばポニーテールで、なんか首元をさっぱり見せるっていうのが、やっぱポイントだと思うので、出させていただきました。
あ、親指がついた。ということで、男性といえばそのポニーテールが好きっていうのと、あとはなんか首元、この男性って鎖骨が好きな人多くないですか？どうですか？鎖骨好きやろ、好きやろ絶対。ということで、あの鎖骨をちょっと出して、このちょっと透き感でちょっとなんかまあ夏の涼しさなんだよ。なんかお昼とかはなんか涼しそうみたいな、可愛いみたいな感じなんだけど、夜になっちゃうともうこう裸せます。あ、これやりすぎです。裸せます。はい、こうしてですね、エロ系というんですか、エロティックさをなんか出していったらいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか、好きなんじゃないの。ということで、こんな感じでなんか女の子っぽい感じにしてみました。ということで、なんかあやはちょっと髪の毛につけるアクセサリー的なやつが全くなくて、なんか何もつけれてないんですけど、なんかここにねちょっとアクセントでなんかちょっとつけたりとかしても可愛いんじゃないかなと思います。で、髪型はなんかこっちはねあるんだけどね、こっちなかったのだから、なんか出せなかったんですけど、あの伸ばし中ということで、ちょっと前髪もねセンター分けにして、いい感じ、いい感じ、はい。ということで、あのスキビとあのうまくいきますようにということで、スキビの方デートに誘ってください。ということで、こんな感じで終わります。皆さんありがとうございました。好きな方がいる方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで終わります。バイバーイ。